謎の預かり物。これは大学の先輩が体験した実話。その先輩は沖縄の人で東京の大学の受験のため上京していた時のこと。特に東京近郊に知り合いもいなかったので都内のホテルに一人で宿泊していた。難航か受験するため2週間くらいの長期滞在だ。そんな中のある日、試験を終えて試験会場からホテルに戻ると、フロントの人に呼び止められた。A 様でらっしゃいますよね。はい。そうですが。実は A 様宛に他のお客様よりお預かり物があります。え？誰ですか、それ？さあ、他の従業員が対応しましたのでわかりかねます。先輩は状況が理解できなかった。なぜなら実家の親以外に彼がこのホテルに宿泊していることは誰も知らないはずなのだから。人違いではないですか？いいえ。お客様は A 様ですよね？でしたら間違いございません。確かに A 様宛にお預かりしたものでございます。他の A という名前の人ではないでしょうか？いえ、当ホテルでは現在 A 様という名前のお客様はあなた様だけですので。先輩は訳がわからなかったが、とりあえず自分宛だという謎の預かり物である B5 サイズの茶封筒を受け取った。部屋に戻って先輩は中身を開ける前にとりあえず実家に電話してみる。しかし当然実家の親はそんなもの知らないという。やっぱり人違いでは。先輩はもう一度フロントに言いに行こうとしたが思いとどまった。先輩の A、ここでは名前は伏せるが、大変珍しい名前であり、その名前で確かに届いていたのだから、他の誰かと間違うはずもない。ついに恐る恐るその封筒を開いてみる。すると中からは一枚のレポート用紙が出てきた。そこにはサインペンで手書きの地図のようなものが書かれていた。現在いるホテルから3つ先の駅から道が伸びており、簡略に書かれた道を順に辿っていくとある道の傍らに斜線で記された場所があり、そこに矢印がしてあってその横に、ここ、と小さく書いてある。封筒をもう一度覗くと中には、何やら家の鍵らしきものが一緒に同封されている。先輩はもう完全に訳がわからない。同時にものすごく怖くなり、その封筒に中身を戻すと無理やりフロントに押し返した。もちろん、その地図の場所に行ってみようなんて気にはとてもなれない。幸いにも受験校は翌々日の一校を残すのみであったが、そのことが頭から離れず試験に全く集中できなかったそうだ。先輩はその試験を終えると、当初は受験をすべて終えた後の骨休めとして東京見物をするためもう何泊かする予定であったが、それらをキャンセルして逃げるように沖縄に帰った。以上です。実話だけにこれ以上のオチはありません。でもその先輩は未だにそのことは、全くの謎であり、思い出しただけでも怖くなると言っています。背を向ける男。窓際だった中学時代、授業中はいつも外を眺めてた。そっからは隣接する後頭部の屋上が見えるんだが、ある晴れた日、屋上に背広の男が背を向けて立ってて驚いた。中肉中背、サラリーマン風。屋上はサボり防止用に鍵がかかってて、誰かがそこにいるのを見たことない。ずっと見てたら注意されたので言ったら、先生も不思議がって男を見てた。それで部外者かもしれないし一応確認、と出て行った。残された自分たちは先生が現れるのを期待して男を見ていた。でも1分もしないうち男は奥の方へ消えてしまった。最後までずっと後ろ向き。結局先生は屋上に入ることなく10分ほどで戻ってきた。やっぱり鍵がかかってるとのことだった。次の授業の時間に他の先生たちと鍵を持って確かめに行ったらしい。体育だったので見ていないが。ただ屋上にも校内にもそれらしい人物はいなかったとか。うちの学校でちょっと問題にもなった事件。近所のおっさんが忍び込んでただけかもだけど今でも不思議。入れ替わった友人。俺は今仕事の都合で台湾に住んでる。宿代もかからず日本からも近いからたまに友達が台湾に遊びに来る。そういう時の話。今年の2月の初めの週には食べが遊びに来た。と俺は思っている。
まあ読んでみて。その前の週からメールで連絡を取り合い、日本を出る前日に確認で電話もした。奴は金曜日の午後7時に台北に着くフライトで来た。退社後迎えに行き、その日は食事してクラブで飲んで、まあいわゆる海外赴任者の週末の典型を一緒に過ごしたわけだ。奴は初めての海外ということもあり、大人のくせにはしゃいじゃってすごく楽しかった。奴は高校からの付き合いでたった一人の親友だから久々に会えて本当に楽しかった。初日は時間の関係で夜の遊びしかいなかったので、二日目は市内の観光をした。俺はこっちに彼女がいて、その日は三人で観光した。一日中台北やその近郊を回った。不思議な話が起こるのは三日目、奴が日本に帰る日曜日に起こった。俺と彼女は奴を飛行場まで送った。チェックインも済まし飛行場のレストランで三人で話してた時だった。ふと俺は渡部の手の甲にタトゥーがあるのに気づいた。俺は去年の7月から台湾に赴任になったのだが、その前は奴はそんなタトゥーはなかった。奴は今でも新宿新都心の某ホテルのレストランで働いているので、そんなところにタトゥーを入れるとは考えられない。ところで、俺は学生の頃に、4年くらい前だが、アジアの旅行にハマっててその頃にインドで知り合った友達で全身にタトゥー入れてる奴がいた。藤木って言うんだけど、そいつは世界を何周もしてるような奴で話題も多く楽しい奴だから、日本に帰ってきたりすると飲んでた。俺は渡部の手の甲のタトゥーに見覚えがあった。藤木のタトゥーと同じだった。酒飲む時って相手の手の動きをよく見る癖があるから覚えていた。で、顔を上げて渡部も顔を見たら、なぜか藤木が目の前に座ってるんだよね。全く状況を理解できなかった。ほんの何秒か前までは渡部が座ってた。俺はその場で、そこに座ってる藤木に聞いたよ。藤木、なんでお前ここにいるんだ？彼女にもあれ？渡部は？って。藤木も彼女も一瞬あれって感じで俺も見て、何言ってんの？って雰囲気。彼女は間違いなく土曜日も藤木と遊んだと言い張るし、藤木はまともに取り合ってくれない。俺は気が狂いそうだった。金曜日から俺は渡部と遊んでたんだ。金曜日の夜にクラブで酒飲む時だって、土曜日に観光してる時だって俺は渡部と話してた。彼女に渡部と二人で遊んでた高校時代の話をしたのも覚えてるし、俺も納得しとりあえず藤木を送った。その後彼女に何度か聞いたが、彼女が知ってる限り藤木と俺にしか会ってないという。気になり初日に行ったクラブに顔を出し、そこで働いてるお姉ちゃんたちにも聞いたが、帰ってくる答えは藤木だったと。皆手の甲のタトゥーをみんな覚えていた。それでも納得いかなかったから、フィルムは残ってたが土曜日に撮ったフィルムを仕事で忙しいので彼女に頼んだ。その3日間で、と言っても写真を撮ったのは土曜日に観光した日だけだったが、写っていたのは渡部だった。物理的な証拠で考えるとやはり俺が遊んでたのは渡部なのだ。ただ周りの話だと全て藤木。もっと不思議なのは渡部から写真が送られてきたこと。渡部とは今でもメールで台北での話をしている。さらに藤木が去年の暮れからインドに滞在していることを絵はがきで知ったこと。ちなみに藤木は今回の俺の経験を全く知らない。俺は今でも何が何だかわからない。中古のカーナビ。俺がスマホを買う前だから、もう10年以上前の話だ。その時乗っていた車で自損事故を起こして廃車にしてしまったので、とりあえず中古の安い軽自動車を買った。車自体は全く問題なく動いていたが、カーナビがついてなかった。カーナビがついてないのはわかっていたが、しばらくはこれで十分だと思っていた。しかし前の車にはついていたから、ないとなると意外に不便だった。そこで、この車にすぐに取り付けられるようなポータブルタイプのカーナビを探しにリサイクルショップへと向かった。店に入って物色していると、ちょうど良さそうなものがあった。3年くらいの前の型で、最低限の付属品はあったものの、
説明書がなく、データの初期化もされてない格安のものだった。3年前のものなら地図データも問題ないだろうし、説明書は家の PC でダウンロードすればいい。俺は早速それを買って、店の駐車場で動作チェックをすることにした。電源アダプターをシガーソケットに差し込むと、問題なく動作した。店の説明では前の人のデータが残っているということだったので、確認してみると目的地が2箇所登録されていた。目的地の一つ目は、俺が働いている会社だった。会社はこの辺りではかなり大きいから、客や取引先の担当者とかが使っていたとしたら、目的地として設定していても何もおかしくはなかった。しかし、目的地の二つ目は全く理解できなかった。そこは、俺の自宅だったからだ。